はいどうも、新宿109の健三です。今回は前回の動画でも言った通り、イーラ18人逮捕ということで、誰が逮捕されたかっていうのと、この人物はどんな人物かっていう、紹介みたいなところをしていきたいと思います。で、先に言っておきたいんですけど、特商法で18人も逮捕ってマジでないですよ。で、僕の予想だと、これからこの逮捕人数っていうのは、逮捕者は増えます。東京の人間がまだ捕まってる報道っていうか、名前が出てないんで、下川亮とかね、綱川亮平とか、北村かな、浜地美里、森友哉、岡田亮介、中澤修斗だ、放射線技師をしながら詐欺師を、してましたね。他にもいっぱいね、イーラの詐欺師はいっぱいいるんで、末端も何人か逮捕されると思います。それではちょっと詐欺師の紹介をしていきます。まずは、はい、皆さんご存知の通り、バット・アーマット・ヒロキですね。はい、こいつが日本のイーラのトップっていう立ち位置だったんですけど、こいつはね、案外臆病者っすね。イーラのトップでありながら、僕が突撃した時はすごいなんかどもってたというか、言葉が出てなかった、驚きもあったかもしれないですけど、これがトップの振る舞いかっていう感じで思っちゃいましたね。正直彼自身のね、生い立ちは確か大阪か関西の方で生まれて、すごい貧乏な家で生まれたらしいんですよね。小さい頃から結構お金についてコンプレックスがあるみたいな人間だったらしくて、高校が六甲山高校だったかな、六甲山レスリングでは結構すごい優秀だったらしいです。そっから確か社会人になってるはずなんですよね。確か全然うまくいかなくて、自分でラグジュアリーブランドを立ち上げるんですよね、ロイドブルーっていう。そのタイミングで当時 AE っていうアジアエンターテインメントっていうね、マルチ商法、今のイーラなんですけど、そこに加入して、彼の詐欺師の人生が始まってったって感じですね。次がですね、福岡に入るんですけど、福岡下川雄樹っていう人間ですね。こいつ35歳だったかな。で、こいつはですね、元警察官っていうことしか分かんないです。それなりに稼いでたと思います。立ち位置的には上だと思うんで。吉岡明子っていうね、人がいるんですけど、こいつはね、マジ性格も悪いし、容姿もね、俺は好きじゃないっていう、見ての通りですよね。こちらのフェイスなんですけど、彼女がその荒稼ぎしたお金っていうのは全部整形に使ってます。よっぷって言われてましたね。福岡が3人捕まってて、あと1人ちょっとまだ分かってないですけど、で、別件になるんですけど、福岡のリーダーの水落ちあやみっていう人間がカフェを出しました。ちょっとそこの写真も出しておきます。福岡の皆さん、ちょっとね、気軽に行ってみたらいいんじゃないですかね。逮捕おめでとうございますって言って、行ってみてください。あと逮捕されたのが林内彩乃。こいつはね、僕が愛知県に行った時に、愛知のセミナーに突入に行った時に、バットと一緒にいました。こいつに関しては正味ね、印象もそんなないんで何とも言えないんですけど、知ってる情報といえば、イーラ内で恋人がいます。そいつの名前がタエス翔っていう人間ですね。この動画ちょっと見てもらったら、わかると思います。逆に何の言わないといけないの、なんでそれ知る必要あんの。それ買った人に迷惑かかるでしょ。じゃあ会員登録されていないんですよね。そうだね。ですよね。わかりました。じゃあ今日はもうご帰宅いただいてお願いいたします。こいつら2人がカップルですね。タイス・ショーと林一彩乃の、今付き合ってるかわかんないけど、恋人が前科者っていうことですね。次の逮捕者言います。山本真由ですね。こいつはですね、僕がアジトに突撃した時に、建造物侵入罪ということで、被害届を出してきた人間ですね、山本真由。こいつに関しては僕正直何も知らないですけど、大阪浪速区でアジトを持ってて、そいつが責任者でした。こいつ僕のことをね、捕まえようとしましたけど、結局こいつが捕まってるっていうね。次がですね、わかんないですけど、川根未練、堀優斗、江坂恵子、倉田ゆきなっていう4人捕まってます。で、この4人に関してはマジで知らないです。こいつらはですね、多分末端、それか中間リーダーみたいな役割だと思うんですけど、中間リーダーでもマジで位は低いと思います。マジで聞いたことないし、そこそこね、人を騙してるっていうやつがいたら耳には入ってくるんで。ただこの4人に関してはマジでわかんないです。だから今回ね、ちょっと18人も逮捕して、全員が幹部じゃなかったっていうことは、マルチ商法で特商法違反をすれば、トップの人間だけじゃなくて下の人間ももちろん逮捕されますよっていうことを、もしかしたら警察が見せしめみたいな感じで伝えたかったんじゃないかなと思います。
あと一番ビクビクしてるのは、東京管轄のイーラとディバインですね。今トゥルーソーっていう名前に変わってますけど、まあ、こいつらまだ逮捕されてないんですよ。でもやってることは同じなんで、どんどん逮捕されていくと思います。まあ時間の問題ですね。とりあえず今出した人間が逮捕されたということは分かってます。まあ、あと僕ね、堀良平が逮捕されると思って北浜のタワマンで張り込んでずっと待ってたんですけど、まあ私服警官来ないし動きがないんで、結局堀良平は逮捕されなかったですね。堀良平に突撃したんですよ。その動画をまた後出すんですけど、まあ、堀良平がその時言ってたのが、やっぱ各リーダーの家にガサ入れが入りましたっていうことと、レース目の方にもガサが入ったっていう話は、本人の口から言ってたんで、まあ、逮捕の覚悟はしてたんだなと思います。でガサ入れが入ったからイーラのサイトも停止してビジネス活動を停止したって感じだと思います。まあビジネスとは言えないけどね。まあやっと逮捕されたということで、7、8年間ずっと同じことを名前を変えて繰り返しやってきたんで、やっと逮捕されたかって感じですね。今回去年の6月から数えて62億騙し取ったっていう風に報道されてたんですけど、 AE アフィリエイトから考えると、7、8年前から考えるともう数千億多分いってると思います。アジアゲーミングアフィリエイト、フューチャリングマルタ、ノーバ、イーラ、ディバインっていう感じになってるんですけど、 FLM 時代が一番全盛期だったと思うんで、それも含んで考えたら1000億ぐらいは軽く超えてるんじゃないかなっていう風に思います。彼らは特に悪質でした。僕が知ってるマルチの中でも彼らは結構悪質な方でしたね。一軒家借りてそこに連れ込んで何人かで囲んで契約するまで返さないっていう悪質な勧誘ですね。そういう風な脅しで契約させてましたね。まあ、今回ね、逮捕されたということで被害者の方もちょっと心の部分すっきりしたと思います。ただまだね、東京の人間が逮捕されてなかったり、直接の紹介者とか逮捕されてないとは思うんで、叩き時かなとは思います。最近は本当にジュビリーエースとかも含めてなんですけど、悪質マルチの逮捕者結構出てきてますね。彼らが騙した金額と、まあ、彼らの量刑を天秤にかけたら絶対騙した方が得になってるんですよね。今の法律って特商法違反だとマックスで300万以下の罰金なんですよね。いやいや、62億騙しといて300万以下の罰金ってどうなっとんのって話じゃないですか。法律もね、改正するの結構難しいと思うんですけど、これじゃ被害者浮かばれないと思うんで、長期的に考えてなんですけど、法律の改正とかも今後やってきたらいいかなと思います。詐欺得する社会を撲滅できたらなと思います。それだったら詐欺師も減ると思いますし。ということで今回ね、イーラ18人逮捕ということで、今分かってる限りの実名公表と顔写真の公表をしました。まあ、世の中もっと悪いやつもいます。皆さん今後の生活もご注意して生活の方お願いします。ありがとうございました。